になった人は、教わってました。ええ、ゆいちゃんがおままごとを知らないっていうものですから。とっても面白いんですよ。みんなでパパ役とママ役と子供役をロールプレイするんです。パパはおままごとってやったことありますか？パパは経験者なんですね。私おままごとやってみたいです。わーい、ありがとうございます。私も付き合います。本当ですか？じゃあパパがパパ役で私がママ役。それじゃあ私が子供役？味わってみたかったなーなんて。それなら次はシリカさんのママ役をお願いします。ありがとう、ゆいちゃん。いいんです、私立派にキリトさんの娘さんになりきってみせますから。それじゃあ始めましょう。なるほど、キリトさんは
チリカちゃん、朝ごはんはパンにしますか？それともご飯ですか？それじゃあ、お言葉に甘えてお邪魔します。シリカお姉ちゃん、これからよろしくね。そろそろお家に帰らなきゃ。ママ、ただいま。お帰りなさい、シリカちゃん、アスナちゃん。お外は楽しかった？するんですよ。はーい。何やってるの、あんたたち。
あ、三女が帰ってきたわね。三女。なるほど、そういうことか。リズは三女だからね。もう役まで決まっているわけね。はいはい、付き合いますよ。基本中の基本よ。パパ、あのね、取引屋で取引されてる8万コルのレア鉱石が欲しいな。膝枕してあげますよ。あ、よしよし。リズちゃんはいい子ですね。甘えたくなったらいつでもこうしてあげますからね。とゆいママに甘えたい放題の特典付き。あ、甘えたい放題。ほら、リーファちゃん、そんなところにいないでママのところにいらっしゃい。今日のご飯
作るシチュー、私大好き。ママはこの料理でパパのハートを射止めたんですよ。じゃあ、入れてもらってもいいかしら。はい、どうぞどうぞ。シノーさんは一番下の妹ですか。気がついたら私、ずいぶんお姉ちゃんになっちゃいました。私たち何歳の設定よ。私7歳くらいのつもりでした。そうなると私は4歳とか。じゃあシノンさんは赤ちゃん役ですね。
しのちゃん、ママが抱っこしてあげまちゅね。それはさすがに。おお、よしよし、行こう行こう。時間でちゅよ。おっぱい欲しいでちゅか。死ぬほど恥ずかしいわ。